工業です。フミです。パーティビンです。今回新宿でやる企画、受験落ち武者狩り対決やっていきたいと思います。いやどういうこと？受験の落ち武者ってね、いると思うんですよ、はい、いやいや、ね、まあ、大学受験だけじゃなく、はい、高校受験、中学受験とかね、受験落ちた回数高い人を選んだ方が勝ちというゲームですね。なるほどね、はい、例えば中学受験で3校落ちて、はい、大学受験4校受けたら7校落ちる、はい、そう、はい、もちろん現役浪人込みやからね。なるほどね、はい、うわーすげえな。じゃあ落ち武者見つけてきます。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタもお願いします。それとスピーチ決めてみよう。落ち武者お前もだろ。わかって TV。一旦お互いの落ちてる回数発表しましょうか。ここ2人ね、はい、今はもちろん中学受験してない。中学受験してないです。で、はい、高校受験の、はい、推薦で島手第一高等学校落ちてます。はい、カウント1。高校受験落ちとるやつがおんの？いや、やめろお前。推薦でね、唯一落ちます。順位1人だけ。なんで？で、その後大学受験ね、はい、現役の時は明治は2つぐらい受けてます。整形、整形整形センター利用。一枚出すなよ。そうで、あと日大かな。日大持ちとんかい。浪人は立教の一般。おう、はい、あとセンター利用出してきやすな。センター利用一丁前に。あと早稲田が小落ちてるよ。小と社学落ちてます。おなので10個です合計。結構落ちてる。落ち武者や。もうやめろお前。だから髪の毛長かったか。おいバカたれ。おい高田風味は、はい、人生で1個だけ落ちた大学があります。何？東京大学。それ以外全部勝ってる。いやいや落ちてるのにどうやるんじゃねえよお前ね。兄弟入るまでは落ちたことゼロ回です。すごいね本当ね、はい、それはね無敗のとこ。なんかこういうビー玉を探していけばいいという企画ですね、はい、そうですね、はい、じゃあ行きます。はい、男性の方見つけました、はい、今日は新宿で何されてるところ？ガンダムベースに一旦帰りで。だから理系の可能性あるよね、ガンダム好きってことは。ねえ、いやでもお兄さんめっちゃ賢そうっすよ見た目。だからまあ、ね、ワンちゃん中学受験も経験してるかもしれないし、ね、浪人経験者かもしれへんし、ね、うわ確かに。受験の思い出聞かせてもらっていいですか？大学名秘密で。模試で全然点数が伸びていかないっていう。おあなるほどね。どの教科が伸び悩んだとかありますか？数学ですか、ね、数学。数学は理系だ。でガンプラやろ、うん、いやちょっと東工大集がプンプンするわ。いや理系だから理系ってそんなグワーって乱れ打ちせえへんよな多分な。確かに文系の方がね可能性は高いかもしれない。一旦様子見からスルーします。そうですね、ちょっと今回どんな感じか分かんないんで、はい、一旦スルーして様子見ます、はいはい、じゃあ落ちた回数聞いていきたいと思います、はい、まず中学受験してますか？してないです。おお、はい、じゃあゼロですね。高校受験落ちましたか？落ちてないです。落ちてない。ちなみに何高校ですか？神奈川県立の百合ヶ丘高校。百合ヶ丘高校、はいはい、通ってる大学学部教えてもらっていいですか？明星大学の情報学部。情報エフラやないか。やめろお前おい。中央大学の隣のエフラやないか。やめろお前おい。大学受験、じゃあ落ちた回数教えてください。10校ほど落ちてます。え、10校落ちたの？あら、大体ラインナップ教えてよ。明治が、え、明星やのに明治いけると思ってた。やめろお前おい。先週お東京都市大と都市大ね、はい、都市大ダメ。先週ダメ。ちょっと結構傷つきました。ちょっとあのお兄さんそんな視聴者じゃないからやめて。プラモデルのように作られへんで受験は。はい、男の子見つけました、はい、ちょっとなんかいやごめん、ね、見た目であれやけど、うん、おっちょこちょいそうな顔じゃない？それは失礼。シンプルに失礼だよお前本当に。だからその方が落ちてる可能性高いと思うねんな。あ、まあね、おちょお兄さん気になるのが、はい、これ何持ってんすか？これは横浜ハーバーですね。これなんで買ったの？これはこれは今度おじいちゃんおばあちゃん家に帰るのでその時のお土産用に買って。優しいなの、ね、お土産渡してお年玉多めにかじろうとしてるかもしれない。やめろお前。おいてかお年玉そんなもらうの？大学生大学生君はもらうよ多分、ね、お前何歳もらう？いや今も全然もらってるよ。もらんないよお前。この前もうちょっと話しも変えたら5万もらった。いやいやもらいすぎだよお前本当に。兄弟やからな。一族の希望です。やめろお前。お兄さんの、はい、座右の銘ありますか？座右の銘、座右の銘。男は黙って勝つぞ。男は黙って活動。いやバカだこれは。ちょっとアホですよマジ。だからまず私立館はちょっとエグいよね。エグいエグいエグい。イントコマセンっぽいんだよね。あ、だから付属とかやったら最悪やなこの企画。あ、確かに落ちてないの。そう落ちてないの。やばい付属やったらマジで付属の可能性あると思うね。おなるほどね。だからほんまに今まで、うん、バカで何にも経験してない。失敗知らず社会に出て大きな壁をスルーで付属の可能性が高い、まあ、だってちょっとねなんか幸せそうであんま苦労しない感じがあるね。そうそうそう、ちょっと偏見ですよ。付属集する。はい、じゃあ答えしましょう。はい、今通ってる大学学部教えてもらっていいですか？横浜市立大学で伝えてみます。あ、一応横一応公立、はい、じゃあ人生で落ちた回数を聞いてます、はい、落ちた回数覚えてますか？1回です。いつ？
大学受験。おお、どこじゃ。早稲田の人科です。無理やろ。やめろ。どこ一じゃ早稲田無理。所沢体育大学でも無理。やめろだろ。はい、男の子見つけました。はい、実家はどこですか。親が転勤族です。福岡に。福岡。高校とかはどこやったの。北海道の函館です。函館の高校。函館か。函館やったら函館ラサールの可能性もありますね。ありますね。はい。塾今まで何行ってました。塾が小学生の時が日能研で、はい、うわ中学受験してるやん。函館ラサールやって、これしかも落ちて落ちて函館ラサールが下回そう。やばいやばい。他は浪人中学。うわこれどうするよ。浪人だって国公立志望だったら 1,2 個しか受ける。ああ確かにね。そうそう、現役の時に東大1本勝負みたいなパターンもあるもん。じゃあ俺手引くわ。俺は確かにビーヤは言う通りやわ、うん、箱のテラサールって大した学力もないのにプライドが高いのよ。やめろお前。おいバカ野郎お前。ほんとめっちゃ爆笑してる。箱のテラサール確定やろな。たまた、ね、確定だね。え、お兄さん今大学生ですよね。今大学生です。大学生一番力入れてることを教えてください。一番力を入れてるのは法律の勉強です。法律の勉強。法学部。サークルは法学系サークル以外入ってますか。ボランティアサークルに1個だけ入ってます。うわ早稲田っぽい。ボランティアサークル。ビーヤはなんで今の質問したかっていうと、大学生が楽しんでるってことは私分なんですよきっと。あ、そうね。そう、私分だったらこれは行きたい。どっちか浪人とかじゃなくて私分だから行きたいって感じね。なるほどなるほど。そう、箱でラサールで、はい、まあ他に第一志望があって、多分負け癖がついてる。負け癖がついてる、はい、ごめんなさいな。人生負け癖ついとる。やめろお前。ちゃうけどね。そうそう、ごめんなさいね。箱でラサールして申し訳ないけど。負け癖高校。やめろお前。違います、違います。バイト教えてください。緑のカフェです。スタバ。おお、スタバ。いや、いい、ミーハーなとこ。いい、ミーハーってことは私立。渋いや、渋いね。絶対夢をたくさん受けてる。これはいける。いくぞ、勝負します。各駅落ち武者。おお、落ち武者か。はい、まず中学受験どこ受けましたか。函館ラサール。おお、で他落ちてるとこありますか。他は落ちてなくって、わでも函館ラサールは復活したので。おお、じゃあ一回落ちて。函館ラサール一回落ちたんや。一回落ちて、うん、追加の最下位でよかったんです。函館ラサールのビリ。やめろお前。高校受験は受けてないよね。受けてなくて内部進学。 で大学受験。さあ来い。でさっき浪人してるって言った。現役はどこ受けましたか。青山学院大学。来た。全学部に行って、はい、中央大学の全学部に行って、全学部、中央大学商学部会計学科フレックスプラスワン。めっちゃ覚えてる。で、浪人中に受けたのが横浜国立大学。横国は受かりました。お、横国の人。あ、でも AO でよかったんで。あ、え、だから他は受けてないね。でも航空業界に行きたかったんで、オービリン大学航空マネジメント学群と、まあ、受かって、あと東京農業大学も受かりました。4つ4つですね。他落ちないの。でも他、他落ちてて、実は去年編入試験受けてて。おお、やばい。今回人生のっていうので編入も OK です。やばい。神戸大学と大阪大学落ちちゃって。よし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 。6か。6。他落ちない。他落ちない。他落ちないか。ゆすった出てくるやん。じゃあ今は横国、あの編入したんで、今中央大学。あ、逆に中央に。横国やめて中央や。中央、人生右往左往くんです。やめろお前。じゃあ、3人組見つけました。一旦真ん中のお姉さん、ちょっと予想していきたいと思います、はい、今日は何の集まりですか。これはサークルです。サークル、何サークルですか。バスケ。バスケサークルは、なるほどね。国公立っぽい感じもすんねんな。いや、そうね。ちょ、なんか、あの、鶴文化大学って感じなんか。褒めてんの、けらしてんの。褒めてるでしょ。褒めてるでしょ。受験生、今直前期なんですけど、アドバイス、はい、どんなアドバイスするかで、ちょっとこう、学見たいと思います。あ、わかりました。直前が、意外と、日本史とか。おう。めっちゃ渋いやん。やめろ、お前。直前まで諦めない。まあ、私も頑張ってました。日本史を直前に頑張った、なるほどね。日本史の勉強遅れてた。慌てて詰め込んだ。いや、慌てて最後歴史やるのはそんなに学歴が高くないです。スルーで。はい。そんななんか乱れ打ちとかしてなさそう。なるほどね、うん、お姉さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。明治大学小学部。おいおい、まあまあ、まあ、ザ・私文です。やめろお前。じゃあ、人生で落ちた回数教えてください、はい。5。おー、危ない危ない危ない。大学受験ですか。全部それはです。お、どこ受けたの。早稲田2個。早稲田2個。慶応2個。2個。総計4連敗。4回チャレンジしたのにダメやったやめろ。よっぽど実力がなかったんやろね。やめろ。おお、ほいかちゃん明治とか。あ、いや、公立。国公立も。国公立も受けたの。え、九州大学。九大ダメ、総計ダメ、落ちて明治。おー、国立私立両方を狙って2頭産むのは1頭も得ず。バカされ。おい、
次の方見つけました。はい。ちょっと苦労してそうじゃない？落ち武者感ちょっとない？やめろ、お前。今どうですか？人生の満足度って何パーぐらいですか？ 30%。30%。満足してない？今の人生。就活が全然うまくいって。おぉ、低学歴確定！やめろ、お前、おい。それは分からんだろ、おい。何系の業界考えてるんですか？出版を。お、出版？出版、ええーね。数件出版ですか？いや、なんで参考書なの？じゃあ、受験の思い出教えてもらっていいですか？確かにね。あ、てか、どれが一番大変でした？中学受験、高校受験、大学受験。大学受験。大学受験なんだ。よし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 。大学受験の方がいっぱい回数多いからね。日本史ばっかりやりすぎて。あら、英語と国語に時間が割けなくて、おお、落ちないで。あはじゃあ、落ちたって言っちゃったんでね。やめろ、お前。落ちたって言っちゃったんで。まあまあ、熱いんちゃう？しかも出版系ってことは、はい、結構人気やん、言うて。いや、そうなんです。だから、うん、上を目指す人やと思うねんな。そうだね。で、しかも出版系をもともとでは昔から行きたいと思って、多分早稲田とかも受けてる可能性あると思うね。早稲田出版系強いやん。うん、確かに、まあ。あと石橋叩いて渡るタイプかどうかとかもね、もしかしたら。ああ、なるほど ね。性格的にね、うん。結構旅行の準備とかっていつぐらいから始めます？ 3 日前の。3日前でも早ない？え、めっちゃ慎重じゃない？いや、これいけるでしょ！就活も出版系強気。うん、人生の満足度 30%、 だから大志も絶対いけてない、うん、マーチ総崩れ、高校受験もついでにダメ。いやいや、声でけえよ。周りの人聞いてんだからね。落ち武者見つけた。勝負します。じゃあお兄さん、まず今通ってる大学学部教えてもらっていいですか？立教大学文学部。マーチ、マーチ総崩れないか、うん、早稲田乱れ打ちはある、うん、中学受験はしてないですね、はいはい、高校受験落ちました。はい、よし、高校受験どこ落ちました？豊玉落ちました。豊玉、杉並木の方に、ね、杉並の学校、高校受験1、よし、はい、で結局高校どこ行ったの？厚生学園っていう男子校に。高生、ね、あ、はい、あれで大学受験は何校落ちました？8校落ちました。よっしゃー、リアル落ち武者。8校。じゃあ聞きましょう、はい、どこ落ちました？はい、早稲田の教育、社学、人間学部、人間学部、法制の社会、お明治、お明治、あと浪人もあるんで。あ、浪人してる、おっしゃ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 、やばいやばいやばい。早稲田の社学も行って、2年連続東洋落ちましたね。東洋、あ、現役の時東洋ね、はい、あ、で8で高校受験1加えて9、うわ、よし、完全勝利、これがリアル落ち武者だ。お前、おい、おい、今語るのもう、あ、負けた。というわけでやってきました、受験落ち武者狩り対決、高田風美の勝利です。いやー、ちょっと難ったね、これね。まあ、ちょっといろんなパターンの落ち方があるから、ね、自分で乱れ落ちとかね、浪人で落ちまくりとかね、はいはいはい、結構むずい、総合格闘技に近いかもしれない。確かにな、うん、そう、これみんな落ちてたね。あ、落ちてるね。ね、やっぱ落ちるよ。カスばっかやろ。やめろ、おい、カスは言いすぎだろ、ほんに。俺ほんまに落ちてないから、ね、人生負け知らずなんで。いや、ほんとちょっとね、落ち1でしょ。落ち1、落ち10だから。ね、そう、こんだけ落ちてても、でも BM ね、けなげに生きてますから、けなげに生きてるのもね、そう、次のね、ラッコと人生の頑張るように、僕が応援します。はい、受験前やぞ。受験前か、そう。だね、いやでも落ちまくっても最後1個で受かれば勝ちですから。なるほどね。そう、そういう人もいましたから、ね。確かに確かに。はい、皆さんね、最後まで受験開けるんで頑張ってください。チャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ、今日この辺で。バイ、はい。